はい、いちごちゃんです。一粒150円でした。めっちゃ大きいよね。めっちゃ美味しそう。こんな感じ。ね、はい、あのバーバがね、買ってくれましたね。みんなも食べるの？うん、食べるよ。当たり前でしょ。ピミちゃん、ちょっと一粒つまんでみてください。どれぐらい大きいですか？うん、一粒。一粒。大きい。めっちゃ美味しそうだね。イチゴの顔ぐらい。めっちゃ巨大なイチゴです。こっちの方がもっとでかい。うん。こっちの方がでかい？一番でかいのそれ？これ。うん。美味しそう。大きい。じゃあね、練乳あるから練乳で食べますか？はい。はい。シロコロが待機してます。イチゴ食べたことないね、シロコロ。え、そこに出していいの？犬はイチゴは。ダメなんだ。リンゴは大丈夫です。そこに出していいのお皿だよね、うん、なんかあれ違かった、これ犬のお皿。あ、そうなんだ、うん、じゃあやめとこう。これで食べる、ちょっとならいいです。まあいいやいいや。さっきめっちゃベタベタしてたけど、多分白コロンを食べたリンゴな、リンゴな。めっちゃベタベタしてた。直でかけよう、リミちゃん、どうぞ。じゃあ直でかけな、まだあるでしょ。もうあるよ。いい、食べて。いいよ。おー、いいですね。はい、どうぞ。いただきます。はい、どう、美味しい？うん、甘い。かわいい。かけなくてもいい。本当、かけなくても美味しいって。まずまずかけないから。美味しい、これ。美味しい、うん、甘い。私いただきますってなかった。いただきます。はい、おしーちゃんが甘いの大好きだから練乳美味しいかも。うん、かけてもさらに美味しくなった。さらに美味しくなった。うんうん。ティッシュ、うん、うん、はい、じゃあ食べたらね、ちょっとだけね、お出かけしたいと思います。何食べたい？シロン早いんだ。シロンは食いしん坊だからね。うん、食べてみるよ。シロン、おお、シーちゃん、テーブルが下がってる。誰？リンダ。ママ。ママ何も持ってんの？じゃあ。シロンの体重です。コロンは身長派だからね。そうなんだ。でも食べて。かわいい。美味しいね。初めての栗です。正月でコロンが一気に太っちゃいました。ね。シロンは全然太んない。これどうすればいいの？剥けばいいの？もうなくなっちゃった。うん。しーちゃんとこ行く。シロン。シロン。シロン。かわいい。食べるね。ちょっと落ち着いてください。来た。シロンが来た。食いしん坊シロンが押し寄せてきた。もう食べた。
見た目がよし、じゃあ3時間ですけど、はい、歌うんですか？3時間歌います。みーちゃんも3時間歌うんですか？うん、やる気満々ですね。覚えてないよ。っていうか歌う前にもうめっちゃアイス食べてますね。美味しいですか？パパさん。ケーキだからね。何歌う？クリスマスソングでも歌う？うん。もう終わったけど。何だっけ？ね。スマホに入ってる。あ、これこれこれ。会いたいと思う回数が。いいじゃん。どうかこれ。どうでしたか？カラオケは楽しかったです。3時間長かった？短かった。短かった。あと2時間を歌えた。マジ、うん、すごいね。喉痛くないの？痛くない。あ、そう。うん、全然平気。楽しめました。また行きたいって感じ？うん、すごいね。大好きだね、カラオケは。好きだ。やっと平均点も超え始めた。そうなの。後半になってね、調子出てきたけど終わりだったね。3時間間近になってね。なんかね、うん、声出るのが遅いのかもしれない。エンジンかかるのが遅いってこと？そっか。でもまあ楽しめてよかったですね。はい、よかった。はい、バイバイ。はい、映ってるのこれ？ちょっともう暗、真っ暗になってきちゃった。でも映ってる、うん。一応映ってる。